なっぴーです。こんにちは、こんばんは。皆さんお元気ですか？はい、うなぴーも元気ですよ。でやっとホームって言った具合でやっていきますよね。近年ね、世界的なね、牛肉の消費量のね増加に伴い、温暖化や森林伐採など環境汚染が問題視されてる中、欧米や欧州ではフェイクミートがね、使用がね広がっておりますよ。まあね、日本でもね、いろんなお店でも出ておりますが、今回はねフレッシュネスバーガーさん行ってまいりました。はい、こちらでございますね。ハロウィンっぽくね、こんなやつにね入っておりました。こちらでございますね、フレッシュネスバーガー、ザ・グッドバーガーでございますよ。はい、こちらね、地球にグッド、健康にグッド、美味しさにグッドって言った感じでね、10月1日よりね、はい、発売されております。はい、480円、272キロカロリーとなっておりますね。ちなみに糖質 21.6 でございますよ。はい、じゃあちょっとこちら開けてまいりましょう。結構軽いですね。はい、ちょっとお肉っていう感じがしないですね、重さはね。はい、あ、綺麗、かわいい。はいはい、こんな感じのやつですね、ザ・グッドバーガーでございます。はいはい、こちらですね、ちょっと開けてまいりましょう。こんな感じですね。はい、 100% 植物性由来の大豆パティを照り焼きソースに絡め、低糖質バンズでこちらですね挟んだバーガー、植物性原料を使わず環境に優しいパティ、糖質約 45% オフのヘルシーな糖質バンズ、日本ならでのあの醤油麹をベースにした照り焼きソースで味付けし、コクと奥行きのある味わいに仕上げました。食材にこだわり、美味しさにもこだわった、地球に、健康に、美味しさにグッドなハンバーガーですっておっしゃっておりますね。なおね、低糖質バンズ、照り焼きソース、マヨネーズには植物性原料を使用しておりますっていうことですよ。はい、ね、気になりますよね。もう大豆がね、本当にこう、お肉っぽくなってるんですかね。ということでね、実食レポしていきたいと思います。はい、では乾杯しましょう。ね、ヘルシーっていうことでね、札幌極ゼロ、こちらいただきたいと思います。はい、乾杯。チーズ。あー、なんかさっぱりしてますね。ね、ちょっとビールのコクも感じないぐらいさっぱりしております。はい、温め直してまいりましたよ。はい、いやね、見た目はね、なんかちょっとシンプルなね、照り焼きバーガーになっておりますね。はい、切った感じはね、こんな感じでございますね。シンプルなね、照り焼きバーガーに見えますけれども、はいね、パティは大豆なんですね。はい、そしてバンズは低糖質、そして野菜は国産なんですね。はい、ではいただきます。どうでしょうね、どうなんだろう。これね、パティがね、大豆って聞くとね、味も食感もどうなんだろうってね、ちょっと思っておりましたけれども、ちょっとこれお肉ですよ、お肉、まさにお肉。うん、でソースの味がね、ちょっと濃い感じですね、照り焼きのソースの味が。だからね、
ソースの味に惑わされてるんじゃないのかな。ではもう一口。うわ、ちょっとびっくりでございます。はい、なんかね、肉のね、弾力もね、感じさせられてね、このね、肉のね、こうギュッとね、詰まった感じがしますね。そしてね、味もね、大豆のね、青臭さといった臭さもないですね、臭みが全くないですね。これ、肉のね、旨味みたいなものをね、感じます。またね、パティにね、絡んだこの照り焼きソースのね、味がね、しっかりしてるんですね。そしてね、このお野菜ですね、このお野菜がね、やっぱりね、シャキシャキしたね、お野菜、新鮮なお野菜が入ってるんでね、これもまたね、あってね、いい感じになっております。そしてこの全体のね、バランスがいい。これは美味しいですね。いや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 、ちょっと見限っておりました。はいはい、フレッシュネスバーガーさんですね、ザ・グッドバーガーでございます。いただきました。いや、びっくりですよ。もう肉そのものですね、照り焼きソースとね、大豆パティのね、相性がもう抜群でございました。そしてね、コクもね、奥行きのある肉感ですね。まあ、グッドなグッドなハンバーガーでございましたよ、ね、これね、健康をね、意識してる方も意識してない方もぜひ味わってみてほしいとフナピは思いますね。将来ね、フェイクミートがね、新たな選択肢になるのは、へえ、そう遠くはないかもしれないですね。美味しかったです。はい、といった具合でね、これで食レポ終わらせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。また見てね。バイバーイ。いやー、びっくり、美味しかった美味しかった、すごいすごい。